張り詰めた指の震えるつるよ、月の光にざわめくお前の心。はい、ということで、ご存知の宮さんよりでした。失礼しました。こんにちは、りこちゃんです。そしてこちらが下髭さんです。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。今日もしっかりとやっていきます。はい、元気にいきましょう。いきましょう。はい、ということで、私の最大の推しガチャである三大進化論が今来ておりまして、はい、先ほどね、引いていただいたんですけど、はい、その結果は概要欄からチェックしてください。はい、じゃあお見せしましょう。はい、俺が引くととんでもないことになるっていうことを、うん、俺が弾くととんでもないことになるということをね、お見せしますから、うん、はい、隣で、うん、耳くそかっぽじってよく見ててください。ああ、分かった。鼻くそじゃなくて耳くそでいい。目くそ、分かった。目くそ、鼻くそ。はい、では、はい、行くぞ。オッケー。マジでね、これ重心かけたら出ますから、うん、ガチンコ。今、下手じゃないよ。うん、終わるよ。ハイヤー、ハイヤードラゴン来るかな。来るよ。止まることはないんだけど、うんうん、止まることはねえんだが、あ、そう、止まることはない。そう、ねえんだが、出るだけ。おお、出たよ。なんだ、おい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 、おい、え、すごい、よいしょね、すごいすごい。これがまずアップルの進化、うんうんうん、あのアニメだね、うん、なんか始まったと思いきやもう更新してないアニメですで、ね、大変なフリーズね、進化きれいきれい。で、ガウェインガウェインの神化ですね。見た目が好き、かっこいい、これごっついの好きだから俺。あんま使わないの？使うとこはないですね。なんだ、どっから使えるの確か。あ、俺やっぱあんま知識ない、うん、他の M4 の方とかになると、うん、どこどこで使えるって言ってるんですけど、うんうんうん、私あんま知識ないんで、うん、いや、使えるとしたらどうですか？ノーマック A ですかね。あー、最高じゃないですか。そう、うん、使えるんで、はい、じゃあ次いきます。はい、20代目、はい、ハリー。あ、匂いしねえな。ほら、あ、重心が超かっこいい。ほら、ガネーシャ。おお、これいいね。やばい、これ重心か。かっこいいね。ちょっと前でしょ、これ重心か。そう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 、ね、で、ガネーシャだね。うん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 、うん、すごいよ、ほらこれいいじゃん。どういったじゃん、 100% じゃん。ちょっとこの間に挟まって、ちょっとミッドアイパーティー挟んでよ、挟んでよ。おい、なんか嫌な予感すっきゃ。いや、大丈夫、これ出ちゃうから、見たと。ほんとに出ちゃう、うん、見とけよ、ステッカー、うん、確定出てないけど。いや、大丈夫大丈夫大丈夫、これ見たとも出ちゃう。出ちゃう、出ちゃう。いや、こういうやっぱ、勢い波って大事だよ。うん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 、おぉ、うーん、あー、まあまあね。なので、一休さんですね、うん、一休さんっていう、なんか昔、なんか世代じゃないけど、すき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 でしょ。すきすき知らねえよ、世代じゃねえけど。あー、いいしてるって愛してる、とてもってやつでしたっけ。え、そんな、そんな感じ。俺の世代じゃないもうすぐ60じゃないですか。そうそうそう、来月でって。来月で60。来月で60ですね。来月で60です。はい、戻りました、三大進化論に。いや、さっきのなんか乱された感じがすごいわ、俺。やばい、おっしゃ、おお、静か午前。あ、静か午前のこっちなんだ。そう、神化の方ですね。神化の方なんだ、これ。毒持ってんすよ、この女。へぇー、わかんない、使い道がわかんない。俺もわかんない、ほんと。次行こう。はい、いや、ほんと見てるだけで申し訳ないですけど、今回俺弾きたいんですよ。すごい楽しい、こういろいろね。そう、うん、俺もよく知らないの出てきてくれるから、これに関しては、うん、もうほんとに見ててほしいっていうのと、俺止まる可能性あるんですよ、実はこれ。実は進化、神化全部持ってないんですよ。進化持ってるけど、神化持ってる。よくそのスライドして使い分けてんのか。そう、スライドもしないんで、俺の場合だと。うん、もうそれ、おぉ、ローマ重進化。おぉ、すごい、ほらすごい、これはすごい、やばいんだって。何だっけこれ、あそこも出る、ドラゴンスピリット。かっこいい、かっこいい、なんか普通にかっこいいね。出てきますね、はい、じゃあ一回だけ聞かせてもいいですけど、本当ですか。どうぞ。神ガチャですから、はい、はい、うん、ないでしょ。何の問題ですか。うん、
うん、おお、あ、持ってない、止まった、止まった、俺今変顔の用意してたよ、あ、持ってない方、なんか結構かっこいいな、このかっこいいな、あ、最後にひげされました、そう、ひげされました周囲、あ、周囲、あ、三国志のね、周囲、そう、周囲イケメンなんでね、五、うん、のね、そう、うん、いや、これ、え、これあれねえじゃん、あの、狙いかないドラゴンキラーにアンチワープ、あー、ね、へー、これいいわ、狙いかないか一回見たことないからわかんないんだよね、これはこれ、これなんでその押すの、いきますよ、これでトリスタン、いきますよ、話になろう、ストライク、はい、はい、でも当ててくれてありがとうございました、ありがとうございます、うん、いやいや、やっぱね、神ガチャっていうのはこういうものですから、うん、本当に出ちゃうんですよ、たっぷりと、そうだ、全部出てるでしょ、うん、今日爆死してないもんね、よし、ゴッホかな、止まるのか、あ、そっかそっか、あ、持ってないよ、ゴッホ、やべえ、止まりまくり、すごい絵だな、これすげえ、やばい、今日どうした、ね、止まるんだけど、俺のガチャは進化神カニの方のパターンだよ、そう、だから俺はね、ちょっとワクワクでいいんですよ、途中でパッと止まる、まあ、止まるっていうだけでもなかなか今もうないもんね、パリン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 で基本それなんでね、うんうんうん、新キャラでね、うん、これ止まるんだよ、うんうんうん、出ねえじゃんいや、一回ぐらいいいでしょ、まあね、じゃあちょっと下引いてもらっていいですか、やっぱこっち、はい、いいですよ、ここなんか行きましょう、はい、行きましょう、これでメカとのやつ欲しいんです、うん、いやいや、重心かけらもう2、3体出てますからね、もう言うて、うん、髪切ってますよ、今日は、静かなるトーンですね、静かなるトーンって知らないでしょ知らないでしょ、じゃあもう戻りますこれ、はい、止まってくれるのはでかいんだけどな、うん、そうですね、ね、てか部屋熱くないですか、熱い熱いんだこの部屋がまた、ライトが熱いんだ、ライトが熱いんだ、おっ、グネビア、あ、でもこれも演出ついてないってことはもうこのパッティーンは持ってる、持ってる、進化のパッティーンは持ってるんですね、うんうん、じゃあラストいっちゃおうかな、うん、これで当てちゃいますわ、はい、重心化をね、はい、よろしく、おお、おお、早速出た上野なんで重心化欲しかったな、しょうがない、でもこれは本当に ね、弁慶やっぱ言ってる通り皆さんにどんだけどんだけ負傷するんですかこれそうで昨日なんかいろんなキャラクター出したんですけど私あの、はい、なんだラックマックス自体の落順で見ていくと、うん、これ混ぜてないんじゃないのっていうことだったんです、あ、なんかアリババアリババってそうアリババアリババ、うん、ここだよねアリババって、うん、ババババってババババってだから見てみますか、そんなわけないで俺そんなミスしないんで、うん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 、いきますよ、うん、はい、ああ、そうですね、うん、まあ、ほんまや忘れてはいなかったですよ、おめでとうございまーす、デニッシュシャディーすいや、ほんとありがとう、コメントみんな、いや、ほんとに気づかなかった、ほんとよく見ていただいてますね、ほんとにありがとうございます、ありがとうございます、ほんと嬉しいわ、そういうのはもうそれぐらいか、他にいないかな、うん、まあ他にいなさそうですな、まあ、こうコメントでね、あ、でも待って、これ豚さん89だよ、豚さんが、あ、でもダメだ、あ、豚いかない、なんかいらねえじゃんこれ、1,2,3,4,5,6 体だけどこんなにいらねえだろ、豚祭り、豚祭り、豚祭り、一人で使えるの4体が限界だから自身全部自分でもこれいらねえこれこれあげめるっていうサービスあったらみんなあなたからいろいろちょうだいちょうだいって言うね、ねえ、ちょうだいちょうだいってね、うん、そんなもんか、他にはないかな、 P47 昨日当たったやつ、昨日当たってた、うん、待って、周遊、あ、さっき当たったやつあれか、あ、いつか、そうだそうだ、これは89だろ、ああ弁慶、待って、うん、さっき当たった弁慶、あ、いいやで94なんですね、それでね、うん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 、まあまあまあこれはそのままでいいや、うん、ということで、はい、今回は、三大進化論とたまに
ミッドナイトパーティー、ミッドナイトパーティーを引いたんですけれども、かなりミッドナイトパーティーの結果は微妙だったかもしれないけど、うん、そう、昨日とかに比べたら全然、そう、三大進化論はかなり良かったんじゃないかなと、うん、私、うん、そうですね、自負しております。どうでしょう、はい、三大進化論。いや、これなんか次また来たら、はい、ちょっとこれは注目したいですね。注目したいですか、やっぱ、うん、そうなんだ、うん、皆さんもね、ぜひぜひこれね、必ず出るので引いていただいて、必ず出るわけじゃないですか。必ず出ますよ。出ない、出ないです。絶対出ないです。出ねえじゃねえかよ。出ねえじゃねえかよ。押されちゃったじゃん。はい、でそういう感じで、はい、じゃあ今日の動画を締めたいと思います、はい、よーい、よいしょ。今日の下平さんの運勢はこちら。はい、てってれー。嘘つくよってこと、これ